おい、もう起きてるぞ。うん、これデートなんだっけ。あ、ここか。今日はブティックに行こうかな。服屋さんだな、服屋さん。仕方ない、二人で片付けを無理に引っ張るからだよ。怪我はない？店員さん呼んでくるね。ありがとう、心配してくれ。うえー、さすが女の子の気持ちわかってる。ねえねえねえ、どっか呼んでお話ししてくれよ。おお、まだ早いよ。確かにな、まだ昼だしな。そうだね、どっか寄ろうか。うわー、ラッキー。おお、いいね、めっちゃノリノリやん。ここはね、ケーキ何食べても美味しいんで、ちょっと。へえー、そうなんだ。もうみゆき、入り口入っただけでよだれじゅるんだよ。よだれじゅるん、それは楽しみだね。さあさあ、さん、何かおすすめは？全部いいけど。あ、ミルフィーユ美味しいよな。それは品切れって書いてるよ。こうなんかじゃないよ、他のみんなも美味しいんでしょ。うん、そういえばそうなんだよ。立ち直り早いな、俺以上だな。おーいおーい、みゆきと一緒に帰ろうよ、ね、よっしゃ来た、やっと一緒に帰るイベントが来たぞ。ゆっきー、あ、ゆっきー、いいよ、やったー、おい、寄り道。そうだね、じゃあ行こうか。はい、と今日は文化祭だ。お、最初からいるね。あ、ユッキー。あー、探したんだよ、みゆき。はい、一緒に行こうぜ。本当？ラッキー。さて、どこを見に行こうかな。前回は文言劇部行ったから、好きそうなのなんかな。電脳部、電脳部好きそうだな。じゃあやってみるね。お、こんなんあるんやん。スペースリングファイター。お、すげえ、すげえ、マジですげえと思うわ。ランキングキーコンテンツ、まあいいや、とりあえずスタートしよう。こんなんあるんや。へえ、マジか。あ、これミニゲーム追加されたんじゃないか。マジか。おお、すげえ。はっ、めっちゃシューティングやん。意外としっかり作ってる。ボムとかはないの？あ、バツだこれね。オッケー、バツ強いな。そこ、バツを押しながらのところ、意外と、あ、いた、くそ、意外と弾幕ゲーだな。あ、なんで来たのこいつら。これじゃない、違うの。うん、これで倒せるやつと、これで倒せるやつがいるらしい。おお、意外と変な動きするな、こいつら。なんで、こんなゲームで作り込んでんだ。おお、危ね。作り込みすぎたら、おお、後ろから来るなんてずるいぞ。あ、これ爆弾、ボム、バーブボムとかないと、これ。きつ。ボムとかないんか、ないんか、きつそうだな。丸の攻撃は意外に強いけど、意外に弾幕ゲーだな、本当に。うわー、これずるくない？ずるくない？ずるくない？無理じゃん、これ。マジかよ。うわー、これ。うわ、これマジで難しいね。よしよしよし。暗い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 。よし。丸で。よし。丸結構強いぞ。やっぱ丸結構強いな。丸結構強いんだけど、あれは回数があるっぽいな。ダマクダマクダマク、無理だよ無理だよ。おい、俺そんなにシューティング得意じゃねえぞ。おい、バカ野郎、普通ぐらいだぞ。あ、むずけえ、マジで。これね、 3D スティックで動けたらな、結構自在に動けるはずなんだけどな。十字キーって難しいな、本当に。お、なんか出てきたぞ。ボスだ、ボス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 。嫌い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 。マジ弾幕つけ。
こうボタン一つポンって押しただけで結構動くからな、これ。ほらほら、あ、痛い、ランダムマークすぎる、くそー、 3D スティックがいい。ほら、これもうボタンちょっと押すだけで結構動くんだよな、これ。うわ、今のな、あ、マジでこれクリアできるか、うわ、怖え。ファンネルか、ファンネルか、本当にファンネルが流行ってたのかな。くらい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 、うわー、マジ弾幕、うわ、マジ弾幕なんだけど、これ、うわ、危ねえ。意外とうまいぞ、俺。あえて後ろに行くという、うわー、あ、くそー、今避けたやん、くらえ、うわ、全然しないぞこいつ、ほら、あー、くそ、これでこっちか、丸押そう、丸丸丸丸、丸の威力が強いからね、うわ、危ね、よいしょよいしょよいしょ、パス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 、いけ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 、丸丸丸丸丸丸、あー、と一気ー、やばい、あ、あと2機か、よし、大丈夫、うわ、危ねえ、今の、ほら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 、いけ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 、ほらー、はっはっはっうわ、もうやばい、あ、終わりか、うわ、マジかよ、終わりかよ、うわ、クリアできんとし、くっそ、めっちゃ悔しい、めっちゃ悔しい、めっちゃ悔しい、マジか、もう一回やりたい、もっかいやりたい。めっちゃもっかいやりたい。なんで負けるんだよ、バカ野郎。なかなかですね。うん、じゃあ、誰？頑張ってこい。もっかいやりたいけどな、俺は。え？もっかいできるやん。あ、待てよ。これはコンピューター勝手にやるやつか。いくよー、おい、頑張れ。コンピューターがプレイするんよ、それは珍しいパティーンだな。めっちゃ弾幕めっちゃ弾幕、弾幕ゲーだな。この時ぐらいからもう弾幕ゲーだったんかな。まあ、ここぐらいだったら方法出てきたはずやから、この時代は。うまいな、コンピューター。俺よりも避けるのはうまいぞ。まあ、カクカクなんだよな、こうスムーズにいかないっていうかなっていう。あ、これ横から当たっても食らわんのや、真正面以外は当たらんのや。やっぱ自分で操作せな、自分で操作せんやったらなんか見えるところがあるの、そういうのなのか。あの機体の円形が敵の攻撃を阻むんだよ。頑張れ。意外と弾幕ゲーでも当たり判定は少ないんだ、そしたら。これ無理だよな、急に来られたら。もう分かったけどめっちゃ死にまくってんじゃん、下手くそだな。俺に代われ。俺も死んだけど、あ、そういうことか。あの丸を使うと防御ゲージがなくなるんか。なるほどね。じゃあ、あんまり丸使わん方がいいのか。あのフォーミングのやつか。ほら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 。それを使うから防御力がね、手薄になるんだよ。弾幕薄いぞってなるんだよ。あ、で、打ち続ければ右上のゲージが溜まるんか。なるほどね。ああ、オッケーオッケー。じゃあ、ずーっとバツ押したがいいんか。おー、見えるな。次クリアだ。ほんとだ。ダメダメだよ。へったくそだな。俺に変われ。あ、これボス来るぞ、そろそろ。あ、いいね。ボム使う方がよかった。お、ボスが違う。うわ、こんなん避けれんやろ。よかったー、こんな敵じゃなくて俺の時。
わ、めっちゃやりてえわこれ。ミニゲーム意外に面白いぞ。面白いのが多いぞ。ときメモのくせに。うにゃー、なんだかみゆきがやると難しくなるような気がする。いや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 、俺ならいけたよ。そうかな。確かにすごい弾幕数だった気が。いや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 、楽勝だよ。じゃあ来年は頑張ろう。やっほー。お、ユッキー。はい、ずっと見てくれー。よし、今回も勝つぞ。勝つぜ勝つぜ勝つぜぜぜい。いびきの高校ライスゲームズの魔王サオドーくんです。さあ頑張れ。はい、勝った1位。はい、さすが。はい、ストレート勝ち。楽勝楽勝。あ、これインターハイいけますわ。やっほー、勝ったユッキー。やったぜ。やっほー、やっほい。あ、ユッキー、そうなんだ。なんて言っていいかわかんないけど、そんなに気をつかないで。なんて嘘だよ。みゆき全然落ち込んでなんかないよ。なんだよそれ。今までパスしたのが不思議なくらい。え、本当なの？平気なの？俺もめっちゃ頭悪いけどね。最初はマジだったみたいだけど、気を使ってくれてるみたいだな、きっと。服装変わってる。あ、ゆきも来てるな。あ、来た。今回は中央公園に来てます。並木道に行こう。この道ずいぶんな。うん、じっくり散歩ができてていいね。うん、ちょっと長すぎて飽きちゃうよね。もしかして疲れた？下休みしようか。一番下だな。疲れたわけじゃないけど。普通だな。今度はもっと盛り上がる。あ、そうだね。送っちゃうよ、どこまでも。はい、ということで、クリスマスだ。まあ、チケットは持ったし、用紙も完璧だし、さあ行くか。結構。さて、どんな服装かな？ギロリ。あれが一周戦のお兄さんなんだわ。はい。おぉ、やっぱ服装は可愛いな。そういえば向こうに美味しそうなローストが。素早い。あ、そろそろプレゼント交換だな。よーし、このプレゼント交換に何の意味があるか全然わからんけど。みゆきのってどれかな。みゆき、ユッキー、紫だな。あの十字の黄色の次だな。そこだ。板止まり線な、やっぱりな。誰これ、誰だよこれ。まあいいか、ありがたくいただいておこう。これはキャッカランの、これのイベントなんか意味あんのかな。もうパーティーも終わりみたいだな。さて帰ろう。何もないから帰ろう。次だよな、来年ね。イベントがいっぱいあるからな、来年のお楽しみだな。ああ、かじられたよ。これがあれだな、電話での不幸2だな。最初猫でこう切られた時は電話での不幸1のイベントがあったというね。全然知らなかったというね。なんか稀に 16% の確率であるらしいっすよ。ということで年賀状来てるかな。ハッピーニューイヤー。おー、ユッキーの年賀状。いかにもユッキーらしい派手な年賀状なの。派手なことが好きなのかな、やっぱり。で、この年がね、やっぱね、イベントがいっぱいあるからね、こっから楽しくなるんだよな。この、ときメモっていうね、ゲームは。あ、はーい。こっからね、誘わなくてもいいというね。やっほー、いいね、浴衣姿。あ、
あ、ユッキー、こんな朝早くからどうしたの？明けましておめでとう。おめでとうございます。あ、明けましておめでとう。もしかしてそれだけで言いに来たの？違うよ、それも。はい、行こう。そう来ると思ったんだ。お待たせ。あ、そういえばユッキー、浴衣だね。みゆきらしい晴れ着だと思うけど。晴れ着か。ユッキーらしいね、似合ってる。バッチシ似合ってるよ。可愛いよ。可愛いよってね、すごいね、あの女の子にはね、もうね、もってこいの言葉だと俺は思う。なんか変だよね。お、正月しくらしくないよって、完全にこう、なんか完全にもうあれだ、右ストレートバシコーンっていうセリフだな。やっぱ真ん中なんだよね。ユッキーらしいねのがいいか。はい、似合ってる。あ、似合ってる。あ、じゃあ行こうぜ。まあおみくじはするけどな、バカめ。晴れ着の山。うん。さあ気合いを入れて。行こうぜ。おお、すっかり忘れちゃったけど、新年早々元気がいいな。うん、元気がいい人っていいよな。こっちも元気が出るからね。健康。そうな。やったぜ。前から気になったんだけど、一つだけかなり古いお守りがあるよね。どうして？これ？みゆきの宝物なんだ。あれ？宝物？今まで生きてきて一番嬉しかった出来事が書いてるんだ。へえ。うん。だからその時から、ね。中身何が入ってるんだろう？よし、やろうぜ。あ、やっぱり引くよ、もちろん。はい、どうせ大凶だろ、分かってるよ。というで、今回の運勢は中期近い、いい感じだ。まあこんな感じだったよ。運のいい人はみゆきなんてさ、大凶が指定的な。でも、うん、いつ引いても大凶って悪いけど、ユッキーらしいよなと思う。大凶引くやつって超運がいいからな。めっちゃ少ない中から、それってかね、大凶置いてないね、神社もあるらしいからね。どう？もう大丈夫？あ、うん。でもよりによって500円玉が後頭部に直撃するんだ。まあこれくらいで済んでラッキーだよ。でも落ち、ほんとな、寝てたら核爆弾とか撃たれそうだけど。さあプレゼントあげよう。何あげるつもりだっけ。うわ、幸運を呼ぶペンダント、これめっちゃいいだろう。突然だけどユッキー、はい、これ誕生日プレゼント。当たり前じゃないか。嬉しい。おいおい、今年はまだ始まったばっかりだよ。いいの、これだけでも。おお、そう言ってくれる女子がいたら最高だな。おい、はい、もうユッキー来てるぞ。あ、今回はね、山に行こうと思っています。山はね、ちょっとね、イベントがあるんでね、それね、何回もやっていかないとね、イベントが起きないんだよな。うん、いや、怒られてでもいいから、もうめっちゃ山に行く。わー、まだ誰も滑ってない。親切って気持ちよさそうだね。でも親切は滑りづらいから嫌いだな。じゃあとりあえず雪合戦でもしようか。北海道の、あの雪って雪合戦できないのって知ってます？あの固められないんですよ、親は。なんだ、水分が少なすぎて。でもすぐユッキーのお尻の、でもユッキー、でもすぐユッキーのお尻の跡だらけになるよ。うん、どういうことだ、意味わからない。とりあえず雪合戦でもしようか。あー、それいい。おい、バッチリ、さすがだな。そんなしねえな。全然そんなしねえな。さあ怒られてでもいいから、もうめっちゃ行きまくろうかな。うえー、というところで今回はここまでにしたいと思います。なかなか遭難しないな、難しいな本当に。どっちにしようか、こっちにしようか。あ、待てよ、左上にしとこう、2番にしとこうかな。よっしゃー、ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで、今後もよろしくお願いします。じゃあねー。